アモーレイメンソステラ。ただ一度の気まぐれな愛と笑っているうち心を奪われ、今ではまるで子供のようにあなたの姿追い求めてるばかり。昼も夜も夢まで、あなたを愛して苦しくて、あなただけ何も見えない。できたのじゃないかと思っております。で、まあ、いろいろな歌があるんですけど、いろんな歌やりますね。やっぱりで次に、まあ、スペシャルゲストなんですが、アメージング・グレイスとかね歌ってもらうんですが、このスイタ・ホネタの歌ってってのは多いですね、こういう歌。それでその人類平和とか地球規模のことを内容にした歌というのはですね、やはり私を離れて、なんていうんですかね、大きな気持ちでやっぱり歌うと、そういう内容ですね。よろしゅうございますか。ということで、ジャック・ブレルというですね、
絶大なファンを抱えたフランス人というか、まあ、ベルギーに住んでるフランス人といいますか、この人の人気が高くて、やはり世界を相手にやっぱメッセージを言っております。まあ、どんな内容かは聞いてください。愛しかないとき、闇を払い暗い空に金色の日が差すとき、人は誰も束の間の静けさに心安らぐ。でもどこかに病に泣く子がいる。濡れた瞳と細い腕はただ一切れの単語まとめる。愛するために愛されるために、家路を急ぐ、いてつくような雪降る夜も、妻と子供燃える暖炉、家の明かりに幸せを知る。